橋本環奈、平野耀との共演により、やばい人に似てきた。疑問符ネット上での反応に注目。キングダムからかぐやさまへ、二大ヒット作品の主演者、橋本環奈と平野耀の共演がネット上で波紋。映画、キングダムの教収50億円を突破し、代表作になった橋本環奈。彼女が次にスクリーンに登場するのは、 キング・アンドブスの平野仕様との共演である。しかし、この共演によりネット上では何やら騒動が巻き起こっているようだ。特に、橋本環奈が平野仕様と共演する映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からの宣伝用写真が公開され、それがきっかけとなり、彼女のファンたちからは驚きと心配の声が上がっている。1。 ネット上での反応、やばい人に似てきた。疑問符映画の宣伝用写真に写る橋本環奈と平野耀の姿がネット上で物議を醸している。橋本環奈はその美貌と演技力で多くのファンを魅了してきたが、今回の写真では彼女の体型に対するコメントが多く寄せられている。 特に、彼女の腕の太さや制服のフィット感に関する言及が目立ち、一部のネットユーザーからは、小向井美奈子に似てきた、といった声が上がっている。二、小向井美奈子に似てきたファンの心配と批判の声。橋本カンナのファンたちは、映画宣伝用写真を通じて、彼女の体型の変化に注目している。 一部のコメントでは、元グラビアアイドルで、艶系女優に転身し、逮捕歴もある小向井美奈子との類似性を指摘する声が出ている。これにより、橋本環奈のファンたちの中で心配の声が広がっており、10年後はあんな風になるのかといったコメントも散見される。3. ファンの反応、愛と心配の入り込んじる声。一方で、橋本環奈のファンの中には、 彼女の変化に対してポジティブな意見も見受けられる。中には、その肉付きが好き、痩せないで、といったファンからの愛情表現もあり、一部のユーザーは彼女の変化を受け入れる姿勢を示している。4. 未来への期待、芸能界の変化と橋本カンナの役割。橋本カンナのファンたちは、今後の彼女の芸能活動に対する期待と不安を感じているようだ。 彼女が若手女優として飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している一方で、その変化についての議論が広がっている。一部のファンは、彼女が今後どのような役割を果たしていくのか、その進化に期待を寄せている。ファンの愛と懸念が入り込んじる、橋本環奈の新たな局面。橋本環奈が平野仕様との共演でネット上で物議を醸している一員は、 彼女がこれまでのイメージから一線を隠す姿勢を見せているためだ。ファンたちの中には、その変化に対して愛情と期待を寄せる一方で、違う方向に進むことに対する心配の声も多く聞かれる。橋本環なの今後の活動がどのような方向に進むのか、ファンたちの注目が続く中、彼女は新たな局面に立たされているようだ。